登場いただきます。拍手でお迎えください。篠崎女子選手、メディ美人子さんです。どうも篠崎、よろしくお願いします。どうぞどうぞ、ステージ中央へ。はい、さあ、このお二人で登場になりますけれども、はい、お二人がご一緒になんかこういうステージに上がるっていうことは、カラスで、2回目、はい、はい、篠崎選手はどうなんですか、植木さんと一緒にステージっていうのは。いや、僕あの子供の頃から、はい、あの植木さんのレースをあの本場で、はい、見てたんで、はい、はい、今となればちょっと不思議な感覚ですけど、はい、なるほど、ちょっとやっぱドキドキとかちょっと緊張するんですか。あ、もうずっと、はい、そうなんですか、はい、植木さんはどうなんですか、篠崎さん。なんか子供の頃からとか聞くとちょっとショックを受けたらしくてちょっとおじいちゃんみたいな。まあ、でもあの篠崎選手は養成訓練で、はいはい、訓練してたところもちょっとこう見たりしたって、はい、やっぱりその時からもうセンスがすごくあった、はい、うん、だからあ、やっぱり頭角を現したなっていう感じかな。あ、そうなんですか。もうその訓練というかちょっと植木さんのこう目に止まる存在だったんですか。いや、多分もう本人も自覚してたものし、しっかりやんないといけないっていうのはあったと思うので、はい、兄貴の役の兄貴は兄貴、兄貴は頑張ってましたもんね。そうね、優勝戦乗ってましたもんね、はい、頑張ってます。はい、さあ、そんなお二人をお招きしましてですね、うん、今回はロードトゥグランプリトークショーということで、はい、はい、ボートレース住之江は今年の年末はライターグランプリでございますので、このグランプリにまつわるお題が3つございまして、これについてお二人にいろいろお話を伺っていきたいと思っております。じゃあまずもう真ん中からいきます。じゃん、はい、もう早速です。ライターグランプリ、はい、これ最初に篠崎選手がライターグランプリってなった時にこう一番最初に思ったのって何かあります？いや、特に選手としてはそんなにこう変わらないんですけど、まあ、初めて業界初ということで、はい、記念すべき大会になるんじゃないかなと思いますけど、はい、住之江のグランプリもライターかーっていう感じでした。あ、まあ、行かないという話にならないんですけど、なるほど、今年も行きたいなと思いますね、はい、はい、ライターになることに関して、なんかこう、ちょっと思いがこう、ライターかーとか、よし、ライターかーみたいな、なんかあります？そうですね、まあ、年中どこかでナイター走ってるんで、はい、そんなに得意っていうわけでもないんですけど、うん、まあ、売り上げの方だったりとか、はい、初めての盛り上がりがあるんじゃないかなっていうのもありますね、はい、はい、さあ、植木さんのお立場からナイターグランプリ、もうやっぱり住之江でナイターでグランプリ行ったらもうたくさんお客さん来られると思うんですよ。多分来るでしょうね、はい、まあ、僕も現役だったら走りたいんですよね。はい、もう、まあ、昨年とかデイレースで開催してる時も植木さん見られてるじゃないですか、お客様がたくさんいらっしゃってるの、はいはいはい、まあ、やっぱあの雰囲気はすごいですよね。独特ですよね、やっぱこうナイターグランプリ、やっぱり全レーサーこれに出るために1月1日からね頑張ってるからね、はい、特にあのナイターっていう記念でしょ、また令和を始めるそうです、はい、まあ、そういった意味ではこう歴史に名を刻みたいって思うんじゃないかな。そうですね、はい、やっぱ令和最初っていう、はい、令和初とかナイターグランプリでナイター初とかそういう初物ってなんかちょっと気にしたりします？いや、やっぱりこう言われるんで、はい、周りの方もこう盛り上げてくださいますし、はい、なんかそういうところで頑張れたらいいかなっていうのはみんな思ってると思います。はい、やっぱりグランプリっていうと、まあ、ある種独特なものがあるのかなっていうのは私たちは思うんですけど、走ってる選手はどうなんですか、やっぱ違うんですか、雰囲気、植木さんの時代もそうですし、やっぱり何が違うってこう枠番抽選が、はい、やっぱり自分でこう引くという、はい、まあ、そういったところからこうやっぱり運も味方にしないといけないっていう、まあ、そういう、それとあと短期決戦で、はい、やっぱりそのちゃんとこう初日こうってこう決めていかないと、場当たり的にやるとあっという間に季節感終わるので、はい、それが魅力かなと思うんですね。ああ、レイさん現役時代はやっぱこのグランプリに入る時っていうのは違いました、気持ちが。もちろん優勝するつもりで来てましたけど、はい、まあ、モーターも上からこうだいだい出るんですけど、はい、まあ、これがダメな時はこれってもうある程度3パターンぐらい決めて、あ、はあ、レイさんはじゃあ事前に
ターを頭に。いや、というかもうあの乗った感じで、乗った感じ、あ、なるほどなるほど、もうパターンが外れたら、はい、この整備かこの整備ってもう決めて、はい、とりあえず乗って2日目にプラペラ叩いてとかそんなことしませんでした。あ、もうやっぱり短期決戦だから、もうあの2日目にピークに持っていくようにこうちょっとしないと、4日目にピークって感じしてたらね、終わってますもんね。あ、多分じゃあ篠崎選手もそのあたりはもう早め早めだなっていうのはいつも意識するんですか。まあ、僕の時あのセカンドシリーズからって2走で決まっちゃうので、はいはい、あの初めて行った時はあのセカンドシリーズっていうんですかね、はい、2番残れたんですけど、はい、その去年か一昨年はもうその2走で終わってしまったんで、やっぱりそのそういうの大事ですよね、あの、はい、スピードというか、はい、1走目から最高の状態に持っていかないといけないので、はい、隅の上に入るとき、なんかやっぱりいつもと違ったりするんですか、このグランプリの時っていうのは他の。あ、もうそれはもう全然違いましたけど、はい、やっぱ準備もしていきましたし、はい、やっぱり気持ちの面でも、はい、やっぱりその一節のために1年間頑張ってきたんで、はい、もう全てをかける思いでいきますけどね、はい、やっぱ自分で気持ちが高ぶってるなっていうのはなんとなく感じるんですか。あ、もうそれは常に感じながら、 あとはその舞い上がらないように、はい、っていうのは一節間心がけてきましたけど、はい、そうか、植木さんの時とはまた戦い方、その進出が違いますもんね、まあ、今数そのセカンド、ファーストセカンドっていう風になったりとかっていう、18人になって、ね、はい、はい、そうですね、まあ、ね、18人になったんだけどね、まあ、それでこう最善尽くして、うん、まあ、ずっと上に上がれなくても次のシリーズ戦でっていう、そこはやっぱプロフェッショナルですよね、みんなね、切り替えてね、はい、ちなみに僕は決定戦行くときは、はい、五穀神社に行って、はい、いいモーター引くようにってやってました。神頼みも最後はやっぱり神頼みかなと思って、はい、よくタクシーであそこの前で止めてもらって、はいはい、やってましたね。あ、そうか、だってそうですよね、はい、モーターだって神頼みですよ、枠番抽選もそうですもんね、もう自分の力じゃないところでやっぱ働いてくるので、やっぱね。あ、え、千代さん、なんかそういうこうジンクスとかあるんですか。そうですね、あんまり少ない方ではあると思うんですけど、そういうあの験担ぎとかは、はいはい、一応トイレ掃除は、あ、偉い、偉いです、家出る前にスピードには、あと靴を磨いたりとか、はい、そういうのは全部きっちりやっていきますね。トイレ掃除はレース行く前だけですか。はい、全顕微の前の日にもう手で、なるほどね、全部中まで、すごい、おお、中まで手で覚えていきます。はい、普段はされないですか。何にもしないあ、それはグランプリじゃなくてレース行く前はっていうことですか。まあほとんどやってると思いますけど、まあ、大きいレースの時は特にこう、ピカピカにしています。あ、はい、じゃあいいですね、じゃあいいです、はい、その毎日じゃなくてもいいです、じゃあ、はい、そうは結構ありますね、そしたら、はい、え、植木さんはその五穀神社以外に普段なんかやってたこととかなかったんですか。いや、もうトイレ掃除しとけばね、もう、もう3回ぐらい筋風邪だから怒られますけど。いや、でもね、すごいですよね。あ、すごい、ね、それはなんか聞いたんですか、トイレ掃除がいいよみたいな。なんか、何したのかな、そういうことをされてるっていうのが、有名な方が多いっていうのをなんか、ね、なんかメディアを通して聞いて、はいはいはい、それで僕もやってみようと思って、はい、ここ数年は結構やってます。あ、じゃあもう、でも一回それやって始めたらなかなかやめれないですよね。そうです、まあいいことなんで、そう、はい、そうですね、続けようかなと思います。あ、助かります。じゃああれですね、篠崎さんがちょっとこうお休みとかになると家のトイレが綺麗にならなくて困っちゃいますね。まあ、それはちょっと妻がやってくれるそこもやってください、自分で任してますけど、ね、そうですか、はい、ね、でも今回はナイターグランプリですから、本当にお客さんすごいたくさん、もうお仕事終わってからとかも駆けつけてくださると思うので、やっぱり隅内の水面って近いじゃないですか、はい、だからDレースの時でもやっぱグランプリの時ってやっぱついこう
スタンド見るとすごい人やったでしょ。いやもう初めて見ただけは、はい、すごいですよね。あの埋まってて、はい、ちょっとこう地響きというんですかね、あ歓声が湧いた時にちょっとこうピットまで振動が来るんです。なんか感動しましたけどね。あこれまたでも植木さんの時はもっと多かったでしょ。自分の時はあの表彰式がその大時計の横にこう表彰式があって、なんかちょっとなんか檻の中に入ってるような感じで、なるほどね、なんかそのすごいわーってお客さんがいて、でもあれはあれですごくこうなんか今でも覚えてますし、ファンの方のこう勢いがやっぱすごいんですよ。でやっぱり関西弁なので、なんかすごくこうガーッとこう耳のようにね。でも知った激励も多いですけど、はい、実は優しい方が多いっていうのは、はい、引退して知りました。あそれまでは隅田へ厳しいなと思ってました。もう隅田走る時は、ね、すいませんと思いました。すいませんって思うことあるんですか、植木さんは。ありますよ。そうなんですか。まあ、篠崎の代わりに今言いました。はい、すいません、はい、僕はでも今気づけてよかったです。あ、そうです、優しいです、はい、本当はね、関西の人はね、そうです、優しい、はい、愛がある知った激励なんです。はい、一瞬ちょっとわ大丈夫かなって思うこともあるんですけど。本当ですか。いや、それは全部全て愛ですから、ね、そうだと思います。はい、はい、もうそれを受け止めて、はい、ぜひね、武田選手にはまた年末ライターグランプリ、そうですね、出れるように頑張ります。はい、はいはい、さあ、この後ですね、8レース発売中はもう一回、篠崎仁選手には登場いただきまして、植木さんはここでお別れ。そうですか。はい、言えそうじゃないですか、どういうことですか、植木さん。まあ、結構植木さん来ていただいてますので、ね、やっぱりね、篠崎ファンの方にはね、ちょっとこうプロップになってます。違います、植木さん、こちらのお母様。あ、いつもありがとうございます、ね、お母様、それ広げてください、ね、それほら若いね。若いそういうね、静崎こういう時期もあったんだね。僕はもう最前列で見てました。最前列でこっちこの植木さんを見てた。それがいわゆるあのモテ期っていう時だったかな。モテ期それは植木さんじゃないとわからないですよ。いやいや、今も大人気じゃないですか。こうやってね、お母さんがね、お越しいただいて、はい、じゃあ植木さんはここでお別れなので、あの最後に皆様に一言メッセージを、はい、いただきたいと思います。はい、篠崎選手はもうナイターグランプリに向けてね、これからまた頑張っていきます。また私もあのナイターグランプリには、まあ、あの広報の方でお手伝いすると思いますので、どうかあの今節の残り5日目6日目もそうなんですけど、これからもどうぞボートレースの方よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。では篠崎選手はまた後ほど、はい、ご登場いただきます。ではその後お二人にお願いします。兄の方はやっぱりプレッシャーはね常に感じて走ってもらってると思うんですけど、はい、まあ、僕は弟なんで自由にやらせてもらってるんですけど、はい、そうなんですか。そうですね、あ、まあ、その辺ではあの恵まれた環境でやらせてもらってるなと思ってますけどね。でもあの時はね、お兄ちゃんがちょっと怪我もあって、そうですね、いろいろあったんで大変でしたけど、うん、まあ注目してもらえて、ね、ありがたいことなんで、はい、やっぱり心強い。まあそうですね、やっぱり部屋も一緒になったりするんで、はい、あの宿舎の、はいはい、え、兄弟部屋一緒ってどうなんですか。いや、全然大丈夫です。2人部屋もあります。はい、あ、へえ、はい、でも、もうその仕事の時ぐらいですか、2人で部屋で泊まって寝るっていう。それはもちろん、もう結婚してますし、2人は。まあそうなんですけど、あの仕事場じゃなかったら無理ですよ、今。いやいや、え、仕事場所これぐらいで寝るときありますからね。あ、そうです、仕事じゃね、個室じゃないところは、はい、布団を引いてるんで、こう、はい、部屋に、はい、朝起きたらここに兄ちゃんいるときもありますし、はい、はい、それどうなの。でもやっぱお兄ちゃんの方がこう、なんか安心するんですか。こっちに西山さん、あ、もううるさくて、もう嫌なんで代わってもらいますけど、はい。え、宿舎でもずっと喋ってるんですか。めちゃくちゃ喋る。あ、そうなんですか。あ、だったらうるさいよりはお兄ちゃんがいい。そうですね、はい、全然いいです、はい、皆さんここだけの話にしておいてください、はい、続いてこちら、はい、はい、最後、じゃじゃん、最大のライバル、はい、まあ、いろいろ聞かれるでしょ、ライバル誰ですかとか、お兄ちゃんはライバルですかとか。そうですね、うん、お兄
ちゃんはライバルではないと思ってます、僕は。どんな存在ですか？どうですかね。まあ、勝てないので、まあ、選手としてもそうかもしれないですし、はい、一人の人間としても抜くことはできないと思っているので、はい、ずっとこう背中を追わせていただきたいなと思ってます、はい、でもライバルではない。憧れとか尊敬とか、尊敬ですね。あ、もうライバルとかはちょっとそんな感じではないですね。それはやっぱり選手になって選手としてっていうところでっていうのもある。やっぱり、ずっと前を走ってくれて、道を作ってくれた、まあ、兄ちゃんが選手じゃなかったら僕なってないので、やっぱりそういう意味では、まあ、引退するまで尊敬してますね、はい、いつか追いつけ追い越せっていうのはでもある。まあでもやっぱりずっと2人で上の舞台で、これからも何回も賞金をね、最後の決定戦で2人で乗ったりとか、はい、もっと高い目標はあります、じゃあ篠崎俊選手にとってのライバルっていうか敵っていうか、そのレースに挑む心とか、やっぱりどうですかね。本当にライバルっていうのは人はいなくて、はい、やっぱり自分がこう強くなって、成長していけば いろいろ結果もね、もっと SC とか賞金をとか、やっぱり自分がどうあるべきかっていうのは常に思いますね、はい、自分のその仕事の面で弱さって何か感じてることありますか？ここがもう少しっていう。あ、それはもうそればっかりですよ。ああ、そうなんですか、やっぱり全部に、もう全部ですね。やっぱりメンタル面もそうだし、はい、ターン技術もそうだし、なんか全てにおいてレベルアップできないともっと上にはいけないなとは思ってます。それは誰と比べるとかじゃなくて、自分の中でやっぱりここが弱いな、ここをもうちょっとっていうところがまだまだ。そうですね、まあ、G1SG を走りずっと走ってて、はい、やっぱりなんか考えさせられる部分多いですね、やっぱ。じゃあもう走ってて日々こう満足じゃなくて、もう日々、いやもう足りないですね本当に。すごい人ばっかなんで、もう、プロペラも、ターン技術も本当にすごい人いっぱいいるんで、本当に自分も食らいついていかないと、あ、厳しいですね。今、篠崎俊選手が思う、そのすげえなっていう、やっぱ今はやっぱ峰竜太さんはやっぱりすごいですね。どこがすごいですか、選手目線で見て。いやー、もうめちゃくちゃすごいですよ、やっぱ。やっぱ一緒に走っても、はい、やっぱすごさは体感しますし、何ですかね、もうターン技術とかは、はい、今はマジで勝てないです。はい、すごいですね。岡の上はどうですか、岡の上は。岡の上はもう面白いですね、はい、あのまんまですよ、多分メディアを通して、はいはいはい、知ってるミネさんのまんまじゃないですかね、はい、あの切り替えってすごいですよね、ミネさん切り替えっていうか、なんか、そうですね、すごいですね。でも仕事に対してもあの姿勢というか、はい、僕はずっと近くで見させてもらってると思ってるんで、はい、やっぱりそういうところはすごいなと日々思います。はい、まだまだそういう先輩とかすごいなっていう人がいっぱいいる環境の中やから、もっともっと篠崎俊選手も伸びしろがいっぱいあって。そうですね、今はもう本当にそう思います ね、まあ、このままもっともっと強くなっていきたいなと思います、はい、そしてその結果、年末はこのナイシャーグランプリに。そうですね、こういうトークショーにも呼ばせていただいてるんで、呼んでもらってるんで、はい、今年もぜひ、はい、ここに来たいなと思います、はい、はい、また兄弟でね、しかもそうです、これると ね、はい、ね、お集まりいただいてありがとうございました。こういうトークショーをさせていただいたからには、今年また年末
戻ってこれるように頑張りたいと思います。応援してください。はい、ありがとうございます。